武田聖子は日本のプロレスラー、総合格闘家。中学生の頃からデスマッチに強い憧れを持っていた。高校時代はレスリング部に所属し、国体への出場経験がある。高校卒業後は専門学校に進学し、調理師免許を取得。卒業後 U ・ファイルキャンプに入門。ZST ・ディープなど総合格闘技イベントに出場。 2007年1月20日、スタイル E のリングで、佐々木京介相手にプロレスデビューした。2008年4月、大日本プロレスに初参戦し、10月には憧れの葛西純と6人タッグで激突。この試合は、ハードコアマッチとして行われ、武田にとって大日本での念願のデスマッチデビュー戦となった。また、アパッチプロレス軍のリングでも、葛西と、 カミソリデスマッチでの対戦をアピールするなど、デスマッチファイターとしての自分を前面に押し出すようになる。2009年1月、第2本プロレスのサイキャン、タックリーグに、木高勇とのタックでエントリー。3月26日の後楽園、ホール大会のメインイベントでは、当時の BJW 認定デスマッチヘビー級王者の、宮本博史向きから勝利。 決勝トーナメントに進出を決める。4月28日、後楽園ホール大会での準決勝は、伊藤隆二、石川修二組と対戦し惜しくも敗れたが、5月9日の四日市大会で、伊藤が負傷し5月大会の決勝が決まると、決勝戦には変わって、武田、勇組が進出することとなった。五月十八日、ャンタックリーグ決勝戦は、 空位となっていた BJW 認定タック王座のベルトもかけられ、再キャン、デスタワー巨大蛍光灯タワー4コーナーデスマッチで、佐々木隆史、宮本広志向き組と対戦。30分時間にれ引き分け後、延長戦を行う大激闘の末、再び宮本から勝利。再キャン、タックリーグ優勝、第26代 BJW 認定タック王者となった。そしてその勢いのまま、 デスマッチ王者、宮本への挑戦を表明、宮本も承諾した。7月12日横浜文化体育館大会、デスマッチ新世代対決となった王座防衛戦の形式は、王者、宮本の提案により、2007年3月14日に、自らが当時の BJW 認定デスマッチヘビー級王者、佐々木隆史に挑戦した際の広島大事組プレゼンツ。 高所作業につき立体足場建築現場デスマッチ、ワンナイトカーニバルを再現した。両者の想像を上回る大激戦になった壮烈な攻防戦の中、最後は足場最上段からの渾身のムーンサルトプレスを喫して敗戦しまったが、デスマッチ歴わずか9ヶ月で実力が急成長して、宮本は素晴らしい挑戦者だった。今度は、武田が、 デスマッチの形式を決めてくれてもいいと評価した。7月27日、関本大輔岡林雄二組に敗れ、BJW タッグ王者の座を防衛することなく、失った。2010年3月20日、スタイル E 西町府大会で行われたスタイル E、無差別級選手権試合で、王者の王や、慶次郎を破り、第7代王者となった。 2011年に行われた一気当選デスマッチサバイバーに B ブロックでエントリーし3勝1敗の勝ち点6で優勝決定戦に進出するも A ブロックを4戦全勝で勝ち上がった佐々木隆史に敗れ準優勝に終わった2012年2月26日アブドーラ小林が保持する BJW デスマッチヘビー王座に挑戦するが敗戦その後 以前から患っていた首の頸椎並びに、椎間板の損傷により8月24日の大日本幸楽園ホール大会を最後に、欠場10月30日の大日本幸楽園ホール大会にて大日本のリングへ復帰することを宣言した。12月9日の幸楽園ホール大会において塚本匠との有志鉄線ボード蛍光等アルファデスマッチで復帰戦を勝利した。 10月20日、スタイル E の母体である U、ファイルキャンプに移籍。U スタイルや格闘技への参戦も積極的に行う一方、第2本のデスマッチなど、スタイル E 以外でのプロレス活動も継続している。最近は憧れの存在としている火災とユニットを組んで共闘しながらも対戦を続けており、2012年にプロレスリングフリーダムズのアンチェイン。 2013年に大日本プロレスの B、ホルトラスジャンキー S へ加わっている。なお B、ホルトラスジャンキー S は大日本に参戦しなくなった。火災が事実上離脱しているが、武田は塚本匠と共にそのままユニットに残っている。2013年8月の第5回デスマッチトーナメントでは決勝で火災を下し優勝した。2014年2月10日。 記録的な豪雪の中、オートバイで雪道を走行中スリップ事故を起こし膝の内側靭帯を損傷する怪我を負い欠場。6月14日にアメリカで行われた CZW のトーナメントオブデスで復帰し、9月23日には、葛西と KFC タック王座を獲得するが、この直後にパートナーの葛西が当時持っていたキング・オブ・フリーダム・ワールド王座をかけて、 直接対決することを決定させ、12月25日に王座を獲得し再び火災声えを果たした。2015年11月22日、ZST49 旗揚げ13周年、記念大会マイナスで約7年ぶりに、ZST 出場。川、一馬を相手に 1R 勝利。2016年8月23日、ダムズフェス2016、デスマッチあり。 バーリトゥードあり、ルーチャーあり、ライブあり、コントあり、エンありにて、総合格闘技ルールで、杉浦徹に秒殺勝利。2017年8月19日、名古屋国際会議場イベントホールでの、BJW デスマッチヘビー級王座戦で、高橋久也を破り、第36代王者となり、初めて第2本のデスマッチシングル王座を獲得した。 ベルト退官後も過酷な防衛戦を重ね、歴代最多となる九度の防衛を果たす。二千十八年五月二日、当時王者であった、ビオレント・ジャックを破り、キング・オブ・フリーダム・ワールド王座を退官したことで、デスマッチに可能となる。二千二十年二月三日に行われた、GCW 日本公演の武田 VS オーリンバイト、戦にて、自身が持ち込んだ狂気の上にサイドバスターを受けて、 背中に大きな切り傷を負い、レフリーストップ。その後直ちに救急車で搬送され、背中と腕を合計50針縫うほどの大怪我であったとされる。ありがとうございます。